ルーシーが、まあ、去年発売して新色を出すんだけど、今これ7色あるんやけど、はい、このうちの3色なんや。みんなと決めたいなと思って、はい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 、マーモ的3色を、おお面白いですね。ちょっと選んで、はい、フィッシングショー大阪でございますけども、はいはい、始まりましたね。今回はね、マーモが登場してくれてるんで。久しぶりですね。ね。はい。久しぶりやな。ハニールーシーぶりですね。あれ、ね、あの、カニ先生でございます。はい。はい、今年もやりましょう、ね。やりましょう。はい。今年はでもね、ちょっと昨日見たけど、新しいなんか出てたやん。これ何これ。あれ何ってやつ、あれはね、まあ、スリックベイトって言うんですけど。スリックベイト去年ね、うん、僕がキングドリフトクローってワームで、うん、めっちゃ横で釣れたんですよ。やってた。そう、でかい扁平のワームがあるんですけど、うん、それのこうワッキーにして横で釣るっていうテクニックがすごい釣れて、あれね、なんか見てておもろいなと思って。おもろいですよね。単純におもろい。そうあんなんで今釣れるのっていいやん。そう、釣れるんですよ。で、あれがやったらわかるんですけど、うん、どうしてもむずいんですよ、ワームやると。あ、動かすのが。なるほどね、操作がね。それもあって、誰でも簡単にできる横が作りたかったから、うん、今回作ったんですよね。それがプラグバーン。そういうことですね。今年一緒に散歩させていきましょうよ。やりたい、はい、やりたい。一緒に、ね、やろうやろう。こうやってこういうのできるのか。できるっす。できるのか。そうそう、一緒に出ちゃうかもしれないから。あれはやりたいね。まただからカニ先生から今度横横先生やりましょう、はい、やりますんで、はい、お願いいたします今回ね、はい、エバーグリブースね、はい、来ていただいてるんですが、ちょっとやっていただきたいことがありまして、ちょっとそのお願い聞いてもらえる。全然いいっすよ。いい、はい、ちょっとこっち来て。呼び出し、はい、今年の新商品がガーッと流れてるんやけど、まあ、この辺はねちょっといろいろあるんやけども、はい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 、まあいきなりもう本題行くわ。はい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 。ちょっと見て、ルーシー新色対大投票会。はい、まあルーシーね、はいはい、あの一緒に使ってもらったよ、はいはいはい、僕も釣れましたしね。そう、ルーシーが、まあ、去年発売して、ですごい皆さん釣ってもらった。はいはいはい。で、今年新色を出すんだけど、なるほど、その新色が今これ7色あるんやけど、はい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 、このうちの3色なんや。3色を選ぶんやけど、はい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 、それをまあ今回のねフィッシングショーで横浜大阪でみんなと決めたいなと思って、はい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 、大投票会っていう形でやってるんや。なるほど。そうで、この7色のうちのマーモ的3色を、おお面白いですね。ちょっと選んで、まあ、まあ選ばれるかわからないけど、そうそう、選ばれるかわからない。マーモ的3色を選んで、なおかつちょっと解説してほしい。なるほどね、はい、はいはいはい、いうのがちょっと今回読んだわけです。悩ましいカラーが揃ってますね。あるやろ。あの、すでに3色、3色もう1個確実に決定しましたわ。あ、もう見て決定した。はい、1個は確実に決定した。ほうほうほう。あ、ね、2個目も決定したっすね。もう見てわかんねん。いや、僕好きな色があるんで、やっぱ。あー、マーモ的な。そうっす。はいはいはい。あと1個が、うん、むっちゃ迷うっすね。どれにするかもね。結構ね、だから、もともとの10色っていうのは、はいはい、結構ナチュラル系のカラーが多くて、はいはいはい、で、濁りに強いカラーっていうのがちょっとあんまり少なかった。あー、なるほど。で、今回この大投票会をするにあたって、みんな、そのユーザーさんのね、どんな色欲しいかなみたいなのをちょっと聞きながらやった時に、結構その色味濃い色とかが欲しいよって声も多かったんで、その辺ありきの中で。なるほど、はい、まあ、まあ、もうこれ言ってていいですか。うん、いいよ。まず、うん、真っ先に、うん、絶対欲しいと思ったのは、うん、一番、え、グリパン。はい、おお、なるほどね。グリパンって一個は絶対これ。やっぱグリパンはもう外せないじゃないですか。あ、まあ、てか、もともとグリパンないんですか、そのルーシー。もともと入れてなかった。あ、入れてないんだ。そう、ほんまはだから初期に入れるべきカラーや。はいはいはい。けど、あえてちょっと入れんかったの。なるほど。で、今回、やっぱりまあ、定番としてはいるかな、みたいなところでちょっと入れた。はい、グリパンは、うん、まあ、言ったらこう、面白くもないかもしれないですけど、うんうん、あの、ただこう、実調精度としては、100% 欲しいです。あ、やっぱ釣れる。やっぱこう強くもないし弱くもないから。なるほどね。で、どこの水にも馴染みやすいし、ね、使いやすいって。そう、使いやすいんですよね。圧倒的だから使用頻度としては高いから。あ、グリパンよく使う。よく使います、ね、あ、よく使うんや。なるほどね。欲しい。なるほど。っていうのがまず1個、うん、2個目ももう決まってるっす。はい、3番。おお、3番。ベイビーギル。ベイビーギル、これね、うん、まあ
ギル、これはギルだと思うんですけど、うん、まあ僕がよく使う、自分が作ったワームのカラーにも似たようなのがあるんですけど、僕ね、明滅するのが好きなんですよ。あー、なるほどね。そう。うんうん、で、特に、ルーシー使った時に、うん、まあダウンショットで使うの多かったじゃないですか。そうやね。僕もやってた時、うんうん、ダウンショットでやった時に、結構、ストンと落ちるじゃないですか。落ちる落ちる。そう、ストンと落ちる時に、うん、ギラギラギラってなるカラーが欲しいんですよ。あー、テールがだから動いた時に。そう、だから、ね、なんかリアクション性能がある釣りって、うん、カラーがリアクション性能あった時が絶対いい時があるんで。ワームだけの動きじゃなくて、カラーによるリアクションを高める。そうそうそう。まあ、一個言うと、はい、例えば僕、エヴァグリーンさんのボーアームめちゃ好きなんですけど。ああ、ボーアームね。はい。例えば、ボーアームのうなぎカラーとか。ああ、白と、そうそうそう。背中黒みたいな、ね。あれって結構こう、動かした時にギラギラギラってなるじゃないですか。はいはい、はい。やっぱ、あれで結構こう、寄ってくるやつ多いんで。なるほど。これも、落ちる時に、うん、この中で一番ギラギラギラってなりそうだなと思って。ああ、あの色より。より多分、チャート。チャートは、ちょっとこう、違うんですよ、明滅が。なるほど。こいつはこ多分、魚っぽいキラキラ感があるんですよね。ほーほーほー。たぶん。その見た目的に。見た目的にね。はい、色味がね。そう、グリパンみたいな背中と、うん、お腹のこの白っぽい感じが、非対称だから、うんうん。なるほどね。すごいいい、こう、明滅が出そうだなと思ったから、これは欲しいと思います。なるほど。ベイビーギル。はい。はい、3つ目がね、ちょっと迷うっすね。3つ目、何かと何かを悩んでる。悩む。悩むんすけど、うん、決めました。はい。7番。おお、モーニングドーン。モーニングドーン。モーニングドーン来ました。もうね、これは視認性ですね。ですよね。うん。そうやね。深いとことか、うん、そういうとこで、まあやった時に、弱いからこそ、ルーシーって弱いじゃないですか。弱いね。カーリーだから。うん、それ弱いけど、深いとことか濁ったとこで使った時に、うん、まあ視認性が高いっていう意味では、モーニングドーンは外せないから。ああ、やっぱりね。俺もそうやったけど、ローラウトな時とか、うん、まあディープエリアとかもそうやけど、強いよね。そうですね。めっちゃ見える、ね。強いですね。ね。カマーとかでもいいし、いや、そうなんですよ。だからちょっと暗いところには欲しいっすよ、ね、欲しい色やね。誤算も良さそうだから。あ、なるほど。そう、結構濁ってるし、でカバーも多いから。あ、そうやね。あ、そうやね。確かにありやわ。の3つかな。面白いね。これ僕聞けるんですか。え、畑さんとかなんかやったって聞いたんですけど。まだ言わんときます。言わんときます。あえて言わんときます。なるほど、なるほど。あえて、そのうちも面白い。だからみんなどれが選んだのかって、まだこのプロのね、はい、人たちは、まあやっぱり意見を聞きたいなと。なるほど。いや、面白い、面白い。やっぱその人の使い方がね、あるし。まあでもこれ、差が出ますよね。出る。僕なんて、だってちゃんと1個も選んでないから。そうやね、そうやね。そう。いや、だからグリッパンベイビーギル、モーニングドーンっていう、だから、まあでも、王道と、まあ、ちょっと明滅、うん、でさらに目立つやつっていう、ナチュラルな明滅がいい、好きっすね。ナチュラルな明滅、ね、こう、はい、チャートの明滅っていうよりかは、はい、こうナチュラルな魚っぽい明滅が好きっす、ね、僕多分これが一番好きだな。なるほど、はい、これなかったら多分ショック受けますわ。あ、ほんまにベイビーギル、ベイビーギル、はい、ベイビーギルはね、人気カラーよね。これも選ばれてたら、うん、じゃあ今年コラボしたら僕これ使います。あ、マジで。選ばれてなかったらちょっとショックだな。ショック受けど、はい、まあまあ、これでもね、僕らフラットなんで。まあ、祈ってますわ、じゃあ。わかりました。まあ、発売時期はじゃあまだ見て。見て。見てです、ね。うん。じゃあ僕が釣り屋さんで確認するかもしれないですね。言うわ。LINE するわ。そうですね。うん、そう、はい、おとといアメリカから帰ってきました。やばいよね。3つ選ぶんやったら、うん、これ選ぶかなみたいなのを、うん、ちょっと教えてほしいなって。お、いいね。